安田雅史と西本光大のセカンドベース。皆様明けましておめでとうございます。安田雅史です。新年明けましておめでとうございます。西本光大です。本年も皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さて本日は1月4日ということで、皆さん三が日はどうお過ごしになられましたか。まあ、今年はコロナ禍で迎えたお正月ということで、まあ、本当に年末年始の、帰省の、自粛をはじめいろんなところに多大なる影響が出ております。まあ、そんな2021年ですが、僕の今年の目標抱負といたしましては、はい、まあ、ラジオもそうなんですけれども、ドラマとか、はい、そういうエキストラで その俳優業もの その力というか、はい、を磨くとともに、まあ、一番はラジオでちょっとお便りを欲しいなっていうのを目標にこの1年ちょっとやっていきたいなと思います。はい、ところで、はい、西本くんの抱負や目標は。2021年の抱負目標は、まあ、ラジオもそうなんですが、まあ、エキストラその芸能活動をもうレベルアップ、うん、2020年からレベルアップしていきたいということで、またその今年は自分がエキストラに参加させていただいた映画が公開する予定なので、それを皆さんぜひチェックしていただけたらな、はい、というのと、まあ、最近ご無沙汰ですが食生活アドバイザーの資格を取るみたいなその目標もございますので、はいはい、こちら頑張っていきたいと思います。はい、ということで、さて、まあ、先ほども申し上げました通り、新しい年2021年が始まりました。まあ、この新しい年、まさにいろんなことがリセットされて、皆様にとって心機一転、2021年が素晴らしい年になればと心から思っております。本年もそして今回もセカンドベース、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。なお、この番組セカンドベースはラジオ収録と同時に撮影していただいております。映像を編集してリメイクラジオとして、ラジオ放送後約1週間程度で YouTube にアップしていただきますので、リメイクラジオセカンドベースで検索していただけますよう合わせてよろしくお願いいたします。それでは今回最初のコーナーは MJ15 のコーナー。このコーナーはプチ一人旅が好きな僕、安田雅史が毎月山手線の田端駅からスタートして指定する目的駅と、その駅数が必ず往復ジャスト50にして、まあ、田端まで帰ってくるというその過程と目的駅のリポートをさせていただくというものです。はい。まあ、ただ今回も、まだまだ新型コロナウイルス感染拡大防止対策を、まあ、遵守する形で、はい、まあ、関東圏の栃木県足利市にあります、はい、足利フラワーパーク駅という駅に行ってまいりました。足利フラワーパーク駅、そうですね、はい、で向かった理由なんですけれども、はい、前回西本くんがこの駅とかどうですかって言って一番印象的だったなっていうので、まあ、僕は今回この駅を行かせていただいたんですけれども。足利フラワーパーク駅ですか、ね、そう言ったよね。言ってないです。言ってない、嘘言わなかった。いや言ってないですね。自分この駅初聞きです。初耳ですね。マジか。え、いや絶対言ってないです。マジ、いやもう聞いて見ていただけたら、聞いていただけたら、リメイクラジオ、ね、リメイクラジオどっちが正しいかっていうのね、はい、99.9% 言ってないです。なんかそこまで言われると俺が言ってないかと思っちゃう。すいません、ちょっと確認していただきましょう。はい、はい、ということで、まあ、駅の概要を少し説明していきたいと思います。はい、開業は2018年平成30年ですね、無人駅となっております。すいませんが、僕のリサーチでは1日平均乗車人員はちょっと見つからなかったんですが、まあ、ただ2018年のゴールデンウィークですねの利用者数が、まあ、降車人数なんですけれども、1日約8100人だそうで、うん、もう無人駅にしては結構降りるなって、はい、ですね。で通常は、まあ、東口というところを少し迂回して、行くのが、足利フラワーパークに行くには、うん、まあそれが大体3分なんですけれども、はいはい、繁忙期になると西口が、開放されて直接、まあ、ダイレクトに行けるようなんで、もう1分ぐらい。なるほど。じゃあ通常は西口が開放されてないという。そうなんですよ。なんで、まあ大体でも、まあ、それでも3分なんですけども、で行けるという。で駅名なんですけれども、足利市が2017年平成29年ですね、7月に、まあ、市民対象の公募を実施しました。そして同年12月7日に、まあ、JR 東日本により、まあ、市民投票の最多数票の現駅名に決定したということで。最多得票、はい、はい、そうなんですよね。なのでこの、 駅名足利、これしかもひらがなで足利で、カタカナでフラワーパークっていう。なるほど、
はい、ということになっております。はい、でルートの説明に行きたいと思います。はい、でルート行きなんですが、まず山手線内回りに乗りまして、田端駅から池袋駅まで行きます。はい、ここで4駅、4駅。そして JR 埼京線に乗り換えまして、池袋駅から大宮駅まで行きます。これで14駅、はい、そして JR 宇都宮線に乗り換えまして、大宮駅から小山駅まで行きます。これで12駅です。はい、そして両毛線に乗り換えまして、小山駅から足利フラワーパーク駅に行って、ここで7駅合計しますと、行きは37駅ということですね。37駅、はい、はい、そして帰りなんですけれども、帰りはまあ37駅も使っちゃってるんで、もうキュッとしないといけないんで、確かに、はい、まず両毛線に乗りまして、まあ、足利フラワーパーク駅から小山駅、ここで7駅、ここは同じですね。はい、そしたら新幹線那須野に乗りまして、小山駅から上野駅まで行きます。ここで2駅、そして JR 京浜東北線に乗り換えまして、上野駅から田端駅で4駅、帰りの合計は13駅、そして往復はジャスト50ということでですね、はい、一回させていただきました。あ、なんかまだその一緒にコーナー、この MJ50 をやらせていただいて3ヶ月くらいなんですけど、うん、なんであの行き方今回37で帰り13ということで、うん、行きが多いじゃないですか、うん、で帰りが少ないじゃないですか、うん、それってなんか理由とかあるんですか。まあ行く時は元気があるから、うん、ね、ゆっくりっていうか乗り換えいっぱいしてもいいじゃん、うんうん、でまあね、どういう駅なんだろうとか、そうなんか下調べしながら行くんだよね、はいはいはい、その時間も欲しいからっていうことで、行きはゆっくりどんどんどんって行くんだけど、はい、帰りはまあ早く帰りたいっていうのはぶっちゃけるとそうなんだけど、なるほど、うん、ただまあ別に行き帰り行きを多くっていうのはあんまりなくて、僕の中ではどっちかをその多くして少なくしてとか、どっちかを大変にしようっていう、ギャップを持たせた方がなんかいいかなみたいな。あ、なるほど、そういう感じでやっております。あ、なるほど、はい、大丈夫かなこれで。いや、まあ、大丈夫です、納得はしました。本当本当、はい、じゃ感想言っても大丈夫。あ、大丈夫です、実際行かれた感想お願いします。で、まあ、できて間もない駅のため、まあ、2018年に作られた駅、あ、そうですよね、開業された駅なので、はい、まあ綺麗でしたね本当に。あ、なるほど、はい、で駅名になっている足利フラワーパークに行ってみたんですけれども、うん、はい、まあ、この足利フラワーパーク、まあ、2020年ですね、はい、第8回イルミネーションはアワードというものがありまして、ね、はい、その授賞式が行われ、足利フラワーパークはイルミネーション部門にて、まあ、5年連続の全国1位を獲得したそうで、すごいですね。ただ僕これ昼間に行っちゃって、イルミネーション行ってない時間に行っちゃって、なんでですか。こんなもう5年連続で全国1位ですよ、それを見に行かないってなんですか。そうだからそれをね、あ、でも、まあまあまあ、なくイルミネーションなくてももう綺麗なんです、お花がね。お花がね、なるほど。ただまあ確かにそれがライトアップされれば、あ、ロマンチックだな。じゃあまあ実際その家族連れ、まあ、でもどっちかっていうと僕のか、行った日の感じだとカップルがやっぱり多いかなっていうのは、はい、いや、まあそうですよね、時期的にそんな感じですよね、まあ、あとね外だからね、密になんないしね、はいはい、だからそれも相まって、まあ、意外といたのかなっていうのはあります。敷地は広いんですか。まあ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 、もう全然普通に、まあ、狭くはないですね、まあまあ、パークですもんね。まあ、あとはもし行かれる方は料金はですね、花の咲き具合でなんか変則的に変わるようなので、まあ、もし行く場合はホームページなどをチェックして行ってみてはいかがでしょうか。なるほど、はい、以上今月の MJ15 のコーナーでした。今月のラテのコーナー、改めまして今お聞きの放送セカンドベース、担当は安田雅史と西本光大でお送りしております。さて続いてのコーナーは西本くんのコーナーで、今月のラテ、はい、このコーナーは、まあ、コーヒーのラテではなく、ラジオテレビの略で新聞とかにあるラテ欄のラテのことです、はい、まあ、実は西本くんは、まあ、テレビドラマや映画が大好きだそうで、まあ、現在放送中のドラマや自身が参加したドラマ、過去の西本くんのお気に入りの作品などについて、西本くんのこだわりポイントも含めて紹介してくれるコーナーです、はい、では西本くんよろしくお願いいたします。はい、今回は2017年の1月から TBS 系列で放送されていましたドラマカルテットについてお話しさせていただきたいと思います。はい、脚本は坂本雄二さん、チーフプロデューサーは土井信弘さんで、プロデューサーは佐野あゆみさん、で出演者は松たか子さん、満島ひかりさん、高橋一生さん、
松田龍平さんほか、放送期間は2017年1月17日から3月の21日 TBS 系列火曜夜10時からという感じで、まあカルテットが放送されていました。はい、はい、で簡単なあらすじといたしましては、ある日4人は偶然出会った。女2人男2人全員30代。4人は夢が叶わなかった人たちである。人生のピークにたどり着くことなく、緩やかな下り坂の前で立ち止まっている者たちでもある。彼らはカルテットを組み、軽井沢で一冬の共同生活を送ることになった。しかしその偶然には大きな秘密が隠されていた。おお、なんかすごい、このあらすじすごい秘密いっぱいですよね。そうそう、え、嘘と思って、なんとなくもうふわっとしかわからないけど、ね、すごい面白い、すっごい面白いですよ。もう感想言っちゃっていいですか？いいよ。はい、もううずうずしちゃって。感想といたしましては、そのもう伏線だったり、もう予想外の展開がもう盛りだくさんで、あ、そうなんだ、すごかったですね。もう、あ、え、そんなこと起こるんだ、まさかみたいな。なんか松たか子さんが歌ってた曲が、うん、人生には3つの坂がある。ほう、上り坂、うん、下り坂、うん、そしてまさか。いい言葉遊びだね。そうなんですよ。これがもう本当に予想外の展開とか伏線とかいっぱいありましたね。なるほど。あとその男2人女2人でもうその全員片思いのラブサスペンスというのが、うん、そのあのまあ、最近なんかドラマで結構あるその不倫だったり浮気などのドロドロ展開ではなくて、その片思いなので全員一人一人に感情移入がしやすかった。あ、なるほどね。叶わないというか、あ、片思いってなんかねあるよね、儚いじゃないけどさ、そうそうそうなんですよ。なんかうずうずする、こっちも、あ、そっか、そうだよね、あ、そっちがそう好きなんだったらみたいなのが見えて、なんか応援したくなっちゃうよね。そうなんです、全員応援しちゃうんだけど結局叶わないみたいな。あとまあその主要がそのカルテットというタイトル、うん、ね、はい、タイトルなので、はい、主従奏、その、うん、演奏がとてもかっこよくて、その特に満島ひかりさんがチェロを弾かれてたんですけど、ほうほうほう、うわ習いたいと思って、チェロね、大きい楽器をこうチャラチャラってもう頭をもう振りながら演奏されてて、そうなんだ、すごくかっこよかったですね。大きいがね楽器をね、うん、女性が弾く、こう雄大に弾くっていうことでしょ。すごいね、それは。あとその主要キャスト4人の4人その目の表情が表現がバラバラですごい、うん、でもその一人一人豊かで、あ、そのなんかその目でその感じ取れるものが結構多いっていうこと。そうですね、個性的皆さんなのですごいいろいろな表現がありました。なるほどね。あとそのまあ松たか子さん演じるその、うん、あのマキマキというキャラ、はい、あのマキ石の巻の巻に、あ、マクね、はい、であの信じる、あ、真相真実とかのシーンに、うん、あのノリノリ紀元前の木とかの ね、 あ、そうですね、糸編になんだこれはおのれって書くんだ。そうですね、それでマキマキという名前、マキマキ、それそのキャラクターがそのミステリアスでブラックな部分と、あとその満島ひかりさん演じるセブキスズメの純粋で空気を読んで他人優先にしてしまう部分、あ、これが なんか片思いな部分みたいな。あ、確かにね。あと高橋一生さん演じる家森豊さん その自分のルールがあってフレンドリーに見えて線引き、ちゃんと自分のルールがあって線引きしてるっていう、あ、人間らしいね、逆にそこでもそれで、でも裏では一途な部分、あ、これもまた片思いの、そう、ここのこのキャラクターの濃さで、あとその松田龍平さん演じる司さんは生真面目だけど自分にずるいところが、なんかその3、ね、4人ともその個性ある、ね、キャラクターをいびつなんですよね皆さん。でもそれがやっぱりカルテットっていうぐらいだから、そのね、1人の音が4つ音が重なってその織りなすなんか物語みたいな感じで、なんか良さそうだね。めちゃめちゃ面白いです。あとその演出みたいな感じで自分が感じ取ったものなんですけど、1人をよりでカットするときにほぼ、うん、必ず右か左に寄った撮影方法をそうなんか撮ってらっしゃってて、なんかその撮影方法が自分的にすごい好みで、なんか、うん、なんか画角
お話、そういうのがすごくコアな見方だね。めちゃめちゃ気持ちいいところにいるな、いらっしゃるな、映ってるなみたいな、そういうのがすごい面白かったです。あ、確かに確かに、それはねいいね。もう本当にすごいね、その多分熱く語るものではないんだろうけど、この サスペンスじゃない、はい、そのね、ラブサスペンス書いてあるからさ、そんなうわーってなるようなことはないんだろうけど、はい、すごい熱量感じた今。そうなんです。多分青い炎みたいな感じですよね。あーなるほどね、うん、あーなるほどなるほど、今の例えばすごい、ありがとうございます、ありがとうございます。はいはい、ということで、ね、ぜひ見ていただければなと思います。 ね、 ね、はい、はい、ということで以上今月のラテのコーナーでした。昔の明日、続いてのコーナーは昔の明日です。このコーナーは今放送させていただいている本日1月4日の次の日、つまり明日1月5日には昔何があったのかとか何の日などをご紹介させていただくコーナーです。それでは早速参ります。はい、今回の昔の明日、1月5日は何の日かと申しますと、いちご世代の日ということで、まあ、これは果物のいちご、まあ、ストロベリーのことですね、ではなく15イコール15の意味で、まあ、高校生の受験を控えた、まあ、15歳の世代、いちご世代というんですけども、を応援する日ということで、まあ、ちなみにですが今いちごのすごいどっちなんだって話になったんですけど、ストロベリーの方は、まあ、全国いちご消費拡大協会が制定したいちごの日は1月15日とは違うので、まあ、今回はねこれご注意ください。はい、そして昔の明日1月5日はシンデレラの日、シンデレラ、はい、とも呼ばれています。1956年昭和31年女優グレース・ケリーがモナコのレニエ大公と婚約したということが由来だそうです。はいはい、続いて歴史を遡りますと、昔の明日1月5日は新年宴会の日だそうです。うん、まあ、これは新年の祝賀として、まあ、宮中で皇族、高位高官者、外国使臣を召して天皇が行った宴会、まあ、これらに習い、まあ、民間でもこの日に新年を祝う会を行うようになりました。まあ、ちなみにですが、まあ、新年宴会とは奈良時代から宮中で行われた元日の節会に由来しており、室町時代から中断されていたのを明治になって再興したものだそうです。なるほど、はい、まだまだ参ります。1月5日は囲碁の日です。囲碁の日、はい、公益財団法人日本棋院が制定、文字通りあの1月の1で、はい、で5日で5の語呂合わせで、日本棋院では毎年1月5日に打ち初め式としており、うん、囲碁ファン、棋士はもとより全ての囲碁関係者が囲碁の発展と振興を願うものだそうです。はい、そして1月5日は紬の日ということで、紬、糸編に自由の優ですね、紬の日、はい、紬の日、こちらは奄美市が1978年、昭和53年に制定、奄美の基幹産業である大島紬への認識を深め、大島紬の振興による豊かな町づくりを推進するために紬を着用し、まあ、その良さを再認識することを目的にしているそうです。はい、そしてもう一つ、1月5日は魚菓子初競りが毎年日本全国の魚菓子で初競りが開始され、毎年の初物にはご祝儀相場がつけられているそうです。うん、あ、いろいろあるねこうやって見るとね。まあなんかそうですよね多いですねやっぱり、ね、いちご世代っていうの俺も初めてこの、うん、ね、聞いて、あ、でも確かにいちごって呼べるなと思って。そうですね、確かに受験とかどうだった？いや大変じゃなかった？もうね、そうですね、毎日勉強してね、高校受験ですもんね、いちご。そう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 、あ、まあ大変でした ね、大変だったね。ぜひね体調に、ね、気をつけてね、うん、受験生の皆さんは頑張ってほしいなと思います。はいはい、いかがだったでしょうか。皆さんぜひ明日学校や職場で話題にしてください。以上、昔の明日のコーナーでした。皆さんもうエンディングの時間になってまいりました。今回の放送皆さんいかがだったでしょうか。皆様からのお便りをお願いいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com info@plusbox.com
セカンドベースまでお待ちしております。はい、セカンドベースまでお待ちしております、はい、僕の今年の目標になっております。そうですね今年中に何通もらいたいですか。ねえ、まあでも欲は言わない、いつでも欲張らないですね。欲張らない、僕全然もうそんなもうメスもございませんでも本当にいただけたら本当に、ね、本当に嬉しい、ね、僕らのモチベーションになりますし、はい、万々歳ですね。下本くんでもらったら暁にはね喜んでね、はい、なんか川に飛び込みますよ。いやそれはやめて、それは、ま、それは負けた時ですか、ね、それは知らない、それは知らないけど、はい、いやもう喜びます ね、 あね、でも新年初めての収録だったけど、はい、どうですか。いやなんかまあ2021年ということで、うん、なんか心機一転頑張っていけるようにラジオも盛り上げていきたいなっていう気持ちで。そうだね、もう3ヶ月ぐらいやってるからね、はい、もう緊張はもうなくなったでしょ。そうですかね、どう見えてますかって感じなんですけど。いやでも全然緊張せずに やれているなと思う。本当ですか。だからすごいなって、逆にこの対応力いやなんかもう頑張っていく限りなんですけれども。あそう、安田さんはどうですか。あそうだね、まあでも新年まあねコロナ禍っていうのもあったからね、ちょっと今年はねまた新しいことやりたいなと僕の中では思っております。そうですね、はい、はい、それではセカンドベース、次回も同じ時間にお耳にかかりたいと思います。番組パーソナリティは僕安田雅史と西本光大でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。